さあ始まりました、東海ウォーカープレゼンツゴーワントークライブ。今回はプロレスリングノアの小橋健太選手をお招きし、公開インタビューを行います。場所はここ名古屋鶴舞に降下したスポルティーバアリーナからお届けいたします。それでは小橋健太選手の入場です。本日は、名古屋鶴舞のスポルティーバアリーナからお届けしておりましてですね、本日は小林選手からスペシャルなプレゼントをいただきまして、配信中にですねツイートしていただいた方になんと抽選で2名様にですね小林選手からサイン入りですか、オリジナル T シャツをいただけますので、ぜひぜひご覧の皆様つぶやいてください。こちらです。これは小橋選手ご自分でお作りになられた。そうです、作自主制作、自主制作、自主制作、はい、の T シャツ。こんにちは。こっちは違います。こっちなんですか。こっちはあの会社で作ったです。会社で作ったこちらと、こちらは自主制作で、はい、こちらですね。あ、小川さん、こちらはあのあれデザイナーさんが、え、新田さん、あ、井浦新田さんがデザインしてくれた T シャツです。まず名古屋の印象とかイメージとかってどうでしょうか。名古屋のイメージ、イメージはなんか派手なイメージがあります。派手ですか。派手です。僕のイメージはパチンコ。パチンコですか。名古屋のイメージは、あ、必ず行くとこは山本山の味噌煮込みうどんですね。あれはもう外れないというか、もう必ず行きますね。もう今週もいただいて、はい、もう美味しいです。名古屋は本当にいろんな美味しいものありますよね。他にどういったものがお好きですか。例えば、例えば教えていただきたいんですけども。いいんですか。どうぞどうぞ。ぜひです、皆さん。え、なんかダメなものダメなものあるんですか。いや、本当に名古屋ね、いっぱいあって、まあ、スイーツで言えばウイロー。ウイロー、やはり。ウイロー美味しいくらい。いや、美味しいですよ。美味しいでしょ。美味しいです。
はい、美味しい。なかなか地元の人から厳しい意見が出てますね。なんかこうウイローってこうもっと一体になると思ったんですけど、ね、一体感がなかったですね。ウイローではちょっと薄すぎたのが、うん、ちょっと残念です。ウイロー却下です。ですね、まあ、申し上げにくいかもしれない。怪我の具合とか復帰の時期とかまだどうなんですかという。そうですね。復帰の時期はまだ何とも言えないですけども、はい、まあ、早くリングに上がり、焦ってるわけじゃなくて、リングに早く上がりたいという気持ちがすごくありますね。はい、やはりファンの方はいち早く復帰を願ってるんですけど、どうしてあの万全な体制になってから、元気になってから無理しないでくださいというメッセージも結構来てたんですよね。はい、いや本当にありがたいです。はい、もうそうやって温かいそういうメッセージをくれるっていうのは本当に嬉しいですね。そういった意見の中に新婚生活を充実させてくださいという意見もありまして、奥さんとの時間を、はい、まあでも充実っていうか、まあとにかくこうなんていうか、リングに復帰することを考えてやることが今一番の仕事、一番大事なことだと思います。仕事というかもうそれがもう一番大事なことですよね。もうどんどん見てる方はもうつぶやいてくださいね。はい、あ、奥様の、ね、質問をですね、はい、奥様と馴れ初め何かを教えていただければな。馴れ初め、ね、お付き合いはどれぐらい？14年。14年、はい、長いですよね。1996年に、僕は北海道に試合に行った時にですね、彼女も北海道でなんかキャンペーンガールみたいな感じになってまして、それで北海道に2ヶ月間ぐらい住んでたんですかね。それでちょうど僕が試合に行った時に共通の知人が、まあ、食事会をするから、来ないかっていう声をかけられたんです。合コン的な。いやいや違います。そういうもう全くそういうのなかったです。合コン的なものがあればね、面白かったんですけど、そういう感じがあって、ただ食事をするっていう感じだったんで、まあそれでまあ食事分かりましたと、行きますという感じだったんですけど、その時にちょっとその行く前にですね、その日オフだったんですよ。オフで、北海道でオフで、なんか馬場さんと話をしてちょっともうむしゃくしゃしたんですよ。タグパートナーのことで、ちょっと僕が誰とこう組みたいと言ったら、まあそれはちょっと待ってという感じで、こう誰と組みたいと言ったら、まあそれはちょっと待ってという感じで、なんでダメなんだという感じで、こうちょっと僕は怒れないですけど、馬場さんこう怒るんで、ちょっとむしゃくしゃしたんですね。ちょっとフラストレーションが溜まってて、それで飲みに行ったんですよ。ああ、そのお食事会、はい、食事会に行ったんですよ。でもうその時テンションももうイライラしてたんで、もう最初からこんにちはって感じでもう挨拶をして、あとはもうまあレストラン何人か飲んでるんで一緒に、乾杯でも一気一気ですよ、ね、もうすぐ記憶なくなりました。で途中で彼女となんか電話番号を交換したらしいんですよね。あ、覚えてない、覚えてない。その人がその中に入った知り合いが、共通の知人がなんか電話番号をお互いの交換し合おうと、した方がいいんじゃないかっていう感じで、あ、じゃあ分かりましたってしたらしいんですけど、僕途中になくしたんですね、電話番号。電話番号なくしてですか？メモをなくしてしまいまして、なくして、で、まあ、酔っ払って、ホテルに帰るのに、2時間ぐらい帰れなかったらしいです。それ覚えてないんですか？覚えてない。レストランがみんなで抱えて帰ったらしいんです。飲み会の会場から。会場から。レストラン連れて行っておいてよかったなと、はい。まあ、
それで1ヶ月ぐらい経ってからですかね、僕は電話したんですね、申し訳なかったと、この間呼ばれてすみませんでした、まあ、言ったら電話かけて、あ、はい、はい、はいって感じで、どうもすみませんでした、はい、いえ、どういたしましてって感じで、終わったんですよ。ほんと30秒か1分ぐらいで終わりました、さらっと終わってしまって、最初は。なんだこれと思って、あ、もう縁がないんだなと思って、でもうそれから1ヶ月くらい電話しなかったんですよ。僕もそんなもうなんかこう盛り上がってないっていうか、盛り上がらなくて、でもなんか知らないですけど、もう1ヶ月経ってから電話したんです。また1ヶ月経って電話した時に、まあ、話がちょっと盛り上がりまして、じゃあ食事行きましょうって感じで食事を行ったりとかして、まあこういう感じになって、まあなんかタイミングでしょうね。まあタイミングです。タイミング、もうこのタイミングっていうのはみんなこううまくこういかないですよね。まあタイミングです。2人とも頑張ってください。 ありがとうございます。先ほど小林さんから28までは結婚するなと言って、僕まだ26なんですけど、何かそういう言われた、まあ、あるんですか。馬場さんに昔、付き人をついてる頃に言われました。28までは結婚するなと。なんか理由はあるんですか。いや、28まではこう、なんていうんですか、こう女性をこう幸せにできないと。あ、で、まあ社会的にも認められるのは28だと、うん、それまでは頑張って仕事をしようと馬場さんに言われましたね。その時20歳ぐらいに言われたんで、28まで結婚できないのかと思ったんですけど、それからもう、かなりの話じゃないかと。遠くなりました、はい、東海ウォーカーがおすすめのスイーツをご用意させていただきまして、ちょっとご試食いただければというところになります。病気になってから、本当に食べることが楽しみになってきたんですよ、ね、病気になって本当に食べたいものも食べれないし、でも、ね、食べたい欲求あるわけじゃないですか、ね、でも食べれないっていうのがあって、こう美味しいものを食べるっていうのはすごく嬉しいですね。こちらですね、11月19日に名古屋境にオープンしたスイーツサーカスというスイーツのテーマパークといいますか、そういうところにあります。うちとですね、東海ウォーカーとコラボして作ったスイーツなんで、全部これ洋菓子で作ってるデザートなんです、ね、ぜひご試食いただければと思って。で、今いただいているのはアンセムヌーブのコラボです、ね、いただきますね。いただきます。はい、どうぞ。いかがですか。うまい。こちらシャルロットと言いまして480円ですね。これは美味しい。今流行りのロールケーキですね。そうですね。うまい。ハマってますね。これは美味しい。そしてですね、もう一つ用意させていただいたのこちらも洋梨の、もう電話のことも気にならないですか。こちらクラウンプリンというメーカーのです、ね、コラボでして、ラフランスのクラウンプリンという336円ですね。いただきます。プリンの上にゼリーが乗っている。あ、うん、あ、これこのゼリー、歯ごたえありますね。果肉がたっぷりというと、いや、このゼリー自体に、ゼリー自体に結構こう噛み応えがあって、なかなかですよ、これ。コラボした商品を生産していただきまして、こっちが480円です。それだけその値打ちはあります。もうすごいうまい。本当に美味しい。